はい、それでは島根県と鳥取県の問題編の方に入っていきましょう。はい、まずは島根県の方からですね、県庁所在地、書いてみてください。で、人口は約67万で、今現在2020年の時点では丸山さんが知事です。で、旧国名3つありますが、ここは島なので、こことセットで書いていただいて、東側を何というか、昔の名前ですね、はい、西側を何というか書いてみてください。はい、で、人口が非常に少ないことで有名です。はい、どこに次いで2番目に少ないのか、すなわち一番少ない都道府県どこかという問題ですね、これは。はい、で、まあ、先ほどの旧国名とも絡んできますけれども、スサノオノミコトなどで有名なのは、どこだったのか、はい、漢字4つで書いてみてください。で、地域の民話や伝承などを、まあ、語り継いだもの、集めたもの、まあ、何というか、はい、で、5つが現存していますけれども、ほぼ完全な形で現存しているのが、ここのものだったよということですね。はい、韓国と領有権問題、はい、があるのはどこの島なのか、はい、そして、1221年の後鳥羽上皇上級の乱ですね、などで有名な廃炉地がどこなのか、それがいわゆるこの県の3つ目の地域区分ですね。はい、で、ここはもうひらがな書いてます。はい、漢字で宍道湖どう書くのか、はい、で、ここはあるものが取れることで有名です。こっちは逆に漢字を書いてます。これ何と読むのか、はい、で、これはいわゆる湖や湿地ですね、沼とかそういうのに関する条約に入ってる、それは何という条約だったか、はい、で、この島根県で、まあ、最も有名な観光地でしょうね、世界遺産、まあ、観光地で見たらこっちの方が有名かもしれないですね、申し訳ないです、はい、世界遺産どこなのか、これは国宝なんですよね、世界遺産じゃないんでまだ、はい、で、目指してるっていう話を聞いてるんですけど、はい、で、ベニズワイガニ、はい、それからこういう魚がものすごい取れるよと、これとか確か1位とかでしたよね、はい、それぞれ何と読むのか、はい、それでは書いてみましょう。はい、それじゃあ解説していきます。島根県のまず県庁所在地ですね、松江市です。ちょっとこっちはバランスが悪くなっちゃった。はい、松江市で人口67万で、旧国名東の方が出雲、はい、西の方が岩見です。はい、石見って読んじゃダメですよ、岩見です。で、廃炉地としても有名な後鳥羽上皇などが流されたところが沖ですね、はい、沖岩見出雲、はい、で、人口がどこどこに次いで2番目に少ない、はい、鳥取です、鳥取県、はい、で、スサノオノミコト、はい、先ほど出雲ということを申し上げましたけども、出雲大社ですね、はい、で、地域の伝承、民話などを集めたもの、不土器です、はい、はい、で、この出雲の不土器がほぼ完全な形で現存しているよと、まあ、5つ播磨とかいろんなところ残ってるんですけど、日立とか一番完全な形で残ってるのがこの出雲だということですね。韓国と領有権問題を揉めているのが竹島ですね、韓国名だと独島島ですかね、はい、独島で入る地、まあ、大きい同じです、はい、で宍道湖穴に道と書いて宍道湖ですね、はい、それから
しじみです、はい、なので、まあ、島根県民の方とかはよくその味噌汁にしじみを入れて飲むことで、特に西日本とか結構そういうところ多いんじゃないですかね。うちも結構そうだったので、はい、条約ラムサール条約です、はい、釧路湿原だけじゃないよと、はい、で、世界遺産石見銀山ですね。で、世界遺産に関しては、これは、まあ、高校受験でも中学受験でも、あるいは大学受験でもですね、ものすごく出るので、もう必ず、覚えておくと。まあ、2020年の時点で、世界遺産今24個だと思いますけれども、多分今後数増えていく可能性あると思うので、その都度ですね、チェックしてみてください。はい。で、漁業も非常に有名で、ベニズワイガニ以外に、これブリですね。はい。それから、アジです。はい。はい、続いて、鳥取県です、はい、で県庁所在地まず書いてみてください。で、55万人人口、はい、47都道府県の中で、まあ、キーワード、はい、もうある程度想像つくと思いますけれども、はい、で、2020年の時点で平井知事です、平井伸治さんで、旧国名が西側は放棄と言います。で、東側は何というかということですね、はい、東側を書いてみてください。で、中国地方の日本海側を何というか、はい、まあ、ぜひあの瀬戸内海の方も何というかも一緒にチェックしてみてください。で、モンスーン季節風の影響で、冬どういう状態になるのか、はい、これは北陸も同じです、新潟とかね。で、有名な名所鳥取何か、はい、砂漠じゃないということですね、はい、で中国地方最高峰何という山か、はい、で、農林水産に非常に強い都道府県で、まあ、もちろん米が有名なんですけど、おそらく全国的に言うと米っていうキーワードではなかなか出ないと思うんですね、ここは。なので他の野菜ですね、ブロッコリーとか他に何が有名だったのか、はい。で、まあ、これは半分果物になっているもので、これはカレーライスとかと一緒に食べるやつかな、はい。で、20世紀というふうに書いているので、そのブランドの果物何なのかということです。柿やあるいは芝生の生産なんかも有名ですということですね。で、日本有数の漁港である何港があるのか、はい、これも同じような話で水揚げよくされるものをここに書きました。マグロとかもそうだと思うんですけど、白イカ以外にも、はい、これとこれ何なのか、まあ、ほとんど漢字の問題ですけれども、はい、でズワイガニの一種であるどんなカニが有名だったのか、はい、で密教の投げ入れ堂なんかも非常に有名です、はい、それでは書いてみましょう。はい、それでは解説していきます。鳥取県県庁所在地は鳥取市です。はい。で、人口55万、はい、47都道府県で最小です。はい。で、まあ何でもそうですけど、最小と最大というか最多というか、覚えた方がいいんですけど、もちろん最多はもちろん都道府県東京都です。はい。で、ほうきと、ここは稲葉ですね。はい。稲葉。はい。で、これは他の動画をご覧いただいててもわかると思うんですけれども、一つの都道府県にいくつか地名があるのは、当然明治維新の時の廃藩置県の影響です。もともと300ぐらいあったのを最終的に47に縮めたんで、やっぱりいくつかあったりするということなんですよね。はい。で、中国地方の日本海側、山陰ですね。はい。逆に瀬戸内海側の方を山陽と言います。まあこれ多分、
他の動画でも申し上げると思うんですけども、はい、で日本海側の気候なので冬ですね、はい、豪雪地帯何十センチって積もるということを聞いてます、はい、で鳥取、砂漠じゃないよということなんだけど、はい、鳥取砂丘、はい、で1729メートル、中国地方最高峰が大山ですね、はい、大山で、野菜で有名なのブロッコリー以外にはまあ半分果物としても認識してる人がいるかもしれないですけど、スイカ、それからラッキョウですね、はい、で、20世紀梨非常に有名です、はい、牡蠣や芝の生産なんかも有名だよと、はい、で日本有数の漁港もちろん境港であります、はい、で、取れるものとしてはイワシ、はい、それからカレイ、白イカ、マグロなどです、はい、で、ズワイガニ、松葉ガニですね、はい、で歴史としては、三仏寺の投げ入れ堂、密教の美術なんかも有名です、それでは問題編の方の解説を終わります。